白柳純です、ご視聴ありがとうございます。今回は、クラリネットとピアノ伴奏のために作曲した、王の門という曲について、解説をした後 DTM の演奏を聴いていただきたいと思います。この曲を作ることになったのは兵庫県の辰野市で、僕のオリジナル曲をいろんな方に演奏していただくという機会をいただいたので、その際に作曲した曲になります。このクラリネット奏者はですね、このイベントに関して主催者の方から紹介された方で、僕もほとんど面識もなくて、どういう曲が得意かとか全然わからなかったので、まあ聴く人も弾く人も楽しんでできるような、ものすごい難しいテンポとか、ものすごい、強烈な情熱が必要とかじゃなくて、まあ愉快な感じの題材で、作曲してます。その愉快な曲の題材に選んだのが、僕が当時一生懸命やってた競馬のゲームで、ソリティバというゲームの、ソリティバというゲームをモチーフに作曲してます。で、その競馬ってなんとなくこうファンファーレで始まって、ゲートに入ってスタート切って、こうぐるっと周回して、ゴールにみんなで駆け込んで、レースはそこで終わって、あとその表彰式のシーンみたいなのまでを描いた曲になります。でタイトルはそのソリティバというゲームの中で、まあ、一番最難関 のレースがあって、そのレースの名前がキングスゲートっていうんですけど、まあ、そのキングスゲートに勝った時のこう喜びみたいなのをこう描いた曲なので、それを日本語訳して王の門というタイトルになっています。それでは DTM になりますけど、王の門を聴いてください。